名前は笠岡慶生です。体育学部健康スポーツマネジメント学科スポーツマネジメントコースに所属しています。ゼミは富山ゼミで、部活動はサッカー部です。以上です。はい、DMG 森精機株式会社から内定をいただきました。 DMG 森精機株式会社はマザマシンと呼ばれる、工作機械を生み出す会社です。私は多くの人の役に立ちたいという思いがあります。ですからその会社で、国内外問わず、地域の企業や団体、人々の社会インフラを支える一員として働きたいと思います。はい、全国トップレベルの環境に身を置いてサッカーがしたかったということと、大阪体育大学は公務員の輩出率がとても高かったというところで、大学で本気で日本一を目指してサッカーをしたいという思いと、将来消防士になりたかったという思いが自分にはあったので、とてもぴったりな大学だと思ってこの大学を選びました。はい、私は消防士になりたくて3年生の10月から公務員試験対策を始めました。しかし4年生の7月に消防試験に落ちてしまって、そのことをキャリア支援センターの方に相談したところ、DMG 森精機株式会社を紹介していただきました。 DMG 森精機株式会社でも私のやりたいこと、夢、目標を叶えることができるなと思ったので、この会社を選びました。はい、私は多くの人の役に立ちたいという思いがあります。ですから国内外問わず、グローバルに働ける人材になりたいです。大阪体育大学で培った経験をもとに、人々の社会インフラを支える一員として働いていきたいと思います。大阪体育大学で培ってきた経験を堂々と全力で伝えることが大切です。体大生はスポーツの経験から緊張のコントロール方法が分かっていると思うので、あとは自分が今までやってきたことに自信を持って堂々と全力で熱く伝えてください。ファッションが大切です。バモー！